はいどうもということで、この度もラットでございます。はい、ということで、はい、今日は何をするかと言いますとですね、はい、今日 G プラス沖縄キラキラの僕ね、やっぱキラキラっすね。ちょっとすごいすごい、あのラットには似合わんキラキラ感がすごい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 溢れてるんですけど、あの今日何かと言いますと、はい、うちのダーレコーズからもたくさんあのビデオを出していただいてるユンちゃん、ユンちゃん、やっぱあの仲間内ですね。ウーマン、あーウーマン、ウーマン、ユンちゃんの新しい PV ということで、セクシーなやつ、セクシーなやつと聞いております。ちょっと俺なんかがお邪魔しても大丈夫なのかっていうちょっとドキドキ感にあの身を委ねつつ、はい、ちょっと撮影のお手伝いをそうですねさせていただければなと思ってますので、撮影の手伝いというか心のケアの方で担当。心のケアなんすか俺がいたら癒されるんすか。そうです、ね、絶対癒されないでしょこんなやついてもと思うんすけど今の一瞬の間がすごい嫌なんですけど一瞬の間がそう嫌なんですけども、心のケア担当ラットです。ちょっと変な汗かいてきたんすけど頼みますよ空気作り頼みますよということで、はい、今からちょっとまだ準備中なんですかね。そうですね、メイク中ということで、はい、これあのタイトル名はまだ言っちゃいかん、言っていいと思うよ。言っていいジャガールね、ジャガールというちょっとあのこう肉食系な女の子の音楽、はい、草食系男子が、草食系男子がちょっと食らわされるっていう、そうですね、感じのあのダンスチューンになってるみたいなんで、はい、ちょっとダンスチューンっていうのはちょっと俺はどういう感じなのかちょっとなかなか難しいですけど、見てみましょうか。じゃあダンスチューン、ダンスチューン、ダンスチューン、なんか笑い芸人みたいなあの色が強くなってきてるんですねすいません本当に、はい、あの一応これでも自分も歌い手なんで、そうですね、あのちょっと勉強させてもらえたらなと、はい、新しいチューンをと思ってます、はい、ということで、今から PV 撮影 G プラス沖縄に行きましょうかい。お邪魔します。はい、お疲れ様です。そして大丈夫ですか今。全然大丈夫です。お疲れ様です。私まだすっぴんだけど。やばい、ブログってパッて出して大丈夫？全然大丈夫。あ、公開前に出したらまずい。ダンサーさん2人まだあれですね。そう、まだダンサーさん2人は内緒なんです。あ、そうなんだ。私は全然大丈夫です。あ、じゃあユンちゃんメインでいきますか。始まりました。はい、始まりました。ということでですね、いますよあそこに。ユンちゃんの、MV 撮影ということでですね、今まだちょっとあのヘアメイク中なんでちょっと絡みづらいなぁ思ってるのはちょっとあるんですけど、まあ、ちょっと遠目からだったらいいみたいな。そう、この遠目からちょっとお話をお伺いしたいなと思っておりますので、クイーンに、あの本日は今日のクイーンにジャガールということで、おい、あのもうなかなか前衛的なこうタイトルの曲なんですけども、はい、前衛的な、前衛的な、ちょっと攻めた感じの、難しい言葉使いたがるから、ほら、うわやべえ、ラットさん、ということでですね、ちょっと今回はあれですか、あのこのタイトルの説明をしてほしいなって思うんですけど、今もう終わったみたいなんで、ちょっと、うわすげえ。あ、すげえ。ちょっと、あ、やばっと、なかなか嘘の神さん、嘘の神さん、言い方違い、嘘の神さん、すごい、あの海外の PV で見る感じや。ちょっとメイクが終わりしたい、はい、メイク終わりしたい、ちょっとお話もお伺いしながら PV 撮っていきたいなと思っております。ちょっとこれすごいですね。はい、大丈夫、ちょっとびっくりしてます俺は衣装がすごいっすねちょっとびっくりしてます俺は本当に。目のやり場大丈夫ですか。いや本当に困ってますよ本当に。もう大丈夫かな俺やばいやばい、脱ごうじゃなくても。いや俺脱いだって何も誰得すか腹出てるし、腹出たこの中年の体ということで、ちょっとこの辺で後もよろしいようで一旦閉めて、はい、PV 撮影の方に行きたいなと思ってますので、ね、皆さん次はステージのシーンになりますよ。ステージへ行きましょうかい。OK です。
ラットです。今日正直ほぼ何もしてないっす。後ろで後ろで後ろでポチッとなポチッとなやらさせていただいてますので。いいっすね、はい、いいっすね。今ちょっとダンスが結構激しめということで、はい、ちょっと衣装直しというか、はい、あのセット直しというかそういうのもちょっと挟むみたいなんで、はい、今それ待ちということですね。なるほど。で結構まあPV 見てもらえたらいいですけど結構激しい感じのダンスになってますので、皆さん結構楽しみにしていただいた方がええんじゃないかなと。ええんじゃないかと。ラットも踊ってたよ。俺も踊ってました。 俺なんかこんな感じで踊ってました。はいはい、それ後で見せますということでですね、一旦ちょっとあの休憩挟んでまた撮影を再開していきたいなと思ってますので、撮影風景また後半戦いきたいなと思います。では後半戦に行きましょうか。はいどうも。ということでですね、本日あのユンちゃんの PV 撮影第1日目ですね。またあの別日で追加でシーンを撮ることもあるということなので、そちらの方もらったあの茶化しにじゃない、お手伝いしに行きたいなと思っておりますので、はい、あのぜひぜひということでですね、ちょっとあのご本人にやっぱりお話聞かないとなって思うんですよね。聞いてみましょう。はい、あの今こっちから呼びましょうね。お来てもらった方がいいですよね。ゆんちゃん、これダールブログです。あ、はい、はい、あのゆんちゃんです。よろしくお願いしますということで、あの今回ジャガールっていうあの曲の PV なんですけど、めっちゃ近いっすね。びっくりしてるっすわ今。あ、やばい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 、ちょっと俺振り向けマジで俺こういうの苦手。支配してるんで苦手。今日ジャガールということなので、装飾系男子と、なんていうんですか、どんな感じの曲なんですかね。ジャガールはジャガーとガールを足した造語、はい、あのそうそうそう、肉食系女子みたいな。肉食系女子、そうですそうです、肉食系バシバシ行くぞ、 うちらみたいな関西人の女の子みたいな。そうですそうです、肉食系女子の、はい、曲をがっつり歌ってて。そうですね、まあ、まあ私たちのことなんですけど、なんかいや狩られ町じゃないよと、狩りに行くわよ、狩りに行くぞと、さあ行くわよ狩りにっていうやつですね。全国の男子気をつけろ、狩りに行かれるぞ気をつけろ、滑りかかろうとするあの関西人はヒョウ柄やけど沖縄から来たのはジャガーやぞお前ら、気をつけろということでこんなんでまだなんかあるっす。まだなんか逆になんかあるんすか。あのこう見てくれてる、多分まだ PV はもうちょっと後だと思うんですけど、うん、そうですね、これをあの見ていただいてる全国の男子諸君に見てくださいよじゃあもう本当に目のやり場に困るっていうね、あのすごいっすよねいやもう今回は衣装も3パターン、はい、3パターンです。3パターン用意して、はい、すごいっすよそれ。ヘアメイクも全部、はい、ヘアメイクさんと、あそうそう、ヘアメイクさんどっちも入ってもらって、うんうん、すごいバッチバチ決めてそうやってるので、ちょっとね、本当よく思うんですけど、あのユンちゃんね、ブッキング力がね半端ないっていうかあの前回つい最近ちょっと上がった前の、うん、あの スーパーガールスーパーウーマン、スーパーウーマン失礼しました、スーパーウーマン、ね、スーパーウーマンの、あの PV もあのこのロケとかこの作り込み方がすごいんですよ。それはもうケンさんので、あの今日も今回こう G プラスあの借りて、いや でも今回はあのまだちょっと言えないんですけど、はいはい、今回、はい、ちょっともうダンスナンバー初めての私のダンスナンバーで、うん、ダンサーさんが2人、はい、ダンサーさんが2人入ってくれてて、はい、一緒に振りも作りながらあの辺で足音するんですけどダンサーさんがね、ステップ音がするんですけどダンサーさんが2人入ってくれて、もう普段から仲いい2人、はい、じゃあもう仲良し3人組で、そうそうそう、のうちの一人の子が、まあ、ジープラでガンガン暴れてっぞみたいな。あ、なるほど、ガンガン暴れてっぞ、暴れてる先で撮ろうぜみたいな、暴れてる先の、そしてあのジープラのつとむさんに言ったら、はい、いいよ全然撮っちゃってよって、心よく OK してくれて、もうそのおかげですごいもうかっこいい PV が撮れました。なるほど、やっぱりこういう風に、ね、人と人とがつながるっていうのがねいいですね。滑りかかってますね。
まあ、ラットにはねなかなかそういうのがないんでちょっと勉強させていただけたと、はい、思いますので、ということで、はい、ということでまだ第1日目なんで、はい、まだ今から2日目、はい、後からあるんでまだまだもっと楽しい映像出していけるかと思うんで、はいはい、あのちょっとユンちゃんにつきまとおうかなと、ということで1日目これにて終了ということで、ありがとうございます。はい、2日目以降も楽しみにしてくださいということで、今回のダールブログはラットが、ユンちゃんの PV に突撃でした。ありがとう、ありがとうございます。バイバーイ、楽しみにしてください。